昨日のハム対折りのボールボーイ W。椅子がフェアボールに直撃。2回目は椅子ごと返し。すげえ叩かれてたな昨日。これでボールボーイ叩いてるやつ病気やろ。かわいそう。しゃあない。過酷な仕事やな。運営側は何やっとるんや。Twitter でめちゃくちゃ叩かれてたな。こんなクソ狭いファールゾーンのこの位置で速避けるの無理やろ。椅子ごと回避するのが普通なのに、それすら研修されてなかったんやろな。一回目は椅子に当たらなきゃ二人目は帰ってなくて、試合に負けなかったから、折りファン切れるのもしゃあない。3点差で負けたのに。学習してて偉い。最初から椅子ごといけよう。新球場なんやから、松田みたいにフィールドシート内に、ボールボーイの座る場所作ればよかったのに。二回目えぐいくらいフィールド内に入ってて草。ボールボーイの座ってる位置がおかしい。あんなとこにいたら邪魔になるの当たり前じゃん。スコアプレイに絡むのは欠陥球場やな。こういうファールゾーン狭い球場のボールボーイはやりにくいやろうな。椅子持ちながらとっさに避けろとか無理だよ。座るところおかしくね。って思ったけどファールゾーン狭すぎ。よう仕事してるやん。成長していけばいいの、いいの。